皆さんこんにちは、作曲家の近藤薫です。このチャンネルはですね、音楽業界歴約20年の僕が過去に感じたこととか今思っていることとか、あとですね、アコースティックギターや、音楽機材の話を中心にしている、チャンネルでございます。今日はですね、大人から始める趣味ギターというテーマでお話ししていきたいと思います。これちょっとですね、シリーズものにしてですね、今日第1回目ということで配信したいと思うんですけども、ギターを始めて練習するのに子供も大人も関係ないでしょって思うかもしれませんが、これ結構自分的に違うことがいっぱいあって、今回のシリーズはですね、大人であるってことを中心にですね、取り入れてですね、いろいろ解説していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。はい、大人から始める趣味ギターボリューム1ということで、今日はですね、ギターの選び方というテーマでお話をしていきたいと思います。これをご覧の皆さんはですね、もうギターをすでに買ってしまったって人もいれば、これから購入しようと思っているって方もね、いろいろいると思いますが、ぜひね、参考にしてほしいなと思います。ここで失敗してしまうとすぐ、やめてしまうなんてことがねあると思いますので、ここすごく重要です。で、ここ大人であるってことをかなり、利用するというか、活かしてですね、選んでほしいなと思うので、まずギターの選び方としてですね、一つ目はですね、高いギターを買いましょうってことですね。はい、これいいギターを買いましょうっていう言い方でもいいと思います。高いっていうのは金額の問題なんで、それぞれのね生活の中で判断してもらえばいいと思うんですけども、逆に言うとですね、全部セット込み込みで19,800円みたいなギターはやめてくださいってことですね。これ学生の方とかね、本当に10代の方とかは、お金もないでしょうし、とりあえず19,800円のやつで弾いてみて、やれそうだったらちょっとワンランク上のやつ買おうかなっていう発想は全然否定しないんですけど、大人の皆さんはですね、趣味でこれからギターを毎日弾いて楽しんでいくってことを考えるとですね、ここは、その安いギターはやめた方がいいと思うんですね。なぜかというと、安いギターは本当に弾きにくい。本当にこれね、プロが弾いても僕が弾いてもですね、弾きにくかったり、弾いてて面白くないって感じたりするんですね。なので安いギターはやめましょう。安いギターはですね、すごくいろんなところを間引いてね、安くしてると思うんですね。資材とか、そういうことをコストを下げて安くしてると思うんですね。なので、大人の皆さんはですね、10代の学生の方たちよりはいろんなことに余裕があるんじゃないかなっていうのがあるので、少しですね、そこら辺はもうちょっといいギター、高いギターから、買って入るようにしましょう。はい、ギターの選び方のポイント2つ目ですけども、どのメーカーをじゃあ買えばいいんですかっていう話になると思うんですね。で、高いギター、いいギターだったら、もちろんどのメーカーもね、しっかりしたものを出しているんですけども、ここからは完全僕のね、経験値でのお話なんですけども、この3つのブランドがいいかなと思います。まず1つ目がですね、マーチンですね。憧れのマーチン。はい。で、2つ目は、国産ギターなんですけど、ヤマハのギターですね。ヤマハさん。で、それから3つ目は、最近いろんなところでね、皆さん弾いていると思いますけども、テイラーっていうね、メーカーですね。この3つが、初心者の方が、いいギターを買おうという意味で、とても合ってるブランドなんじゃないかなと思います。憧れのね、ギブソンとかもね、当然考えたいところではあると思うんですけども、この僕が今日紹介した3つのブランドは、とにかくね、弾きやすい、抑えやすいっていうところが、あるんですね。で、抑えて、弾くと結構鳴ってくれるっていう、そんなような感覚があるんで、ここら辺がスタートラインだといいんじゃないかなと。ギブソンのギターもね、もちろんいいんですけども、結構しっかり鳴らさないとダメとか、音量も、結構ね出てしまうっていうのもあるから、部屋で、弾いたりするのに、つまびいたりするのに、ちょっと、弾く時のコツとかね、結構あるので、まずマーチン、ヤマハ、テイラーぐらいの、感じのメーカーで、まずっていうかね、全然いいメーカーなんでまずじゃないですけども、で、スタートするのがおすすめです。はい、それから選ぶ時のポイント3つ目ですけども、これはですね、新品に近いものを買いましょうっていうことですね。これ逆を言うとですね、中古でもいいんですけど、ヴィンテージとかのギターを狙いに行かない方がいいってことですね。紹介したマーチンなんかだと、ヴィンテージにものすごくいいギターがいっぱいあって、憧れのギターがあるんですね。僕もね、60年代の、
D の18だとかも持ってますし、まあ、ギブソンなんかも古いやつも持っているんですけども、ヴィンテージはヴィンテージで最高なんですけど、まあ、ちょっと初心者の方が鳴らしてあげるにしてはですね、なかなか難しいところがあるのかなと思います。まあ、上手な方がそのフレーズに合わせてしっかり音もコントロールしてみたいなね、そんな感じのギターになってくると思うんで、ヴィンテージじゃなくて新品、まあ新古とかね、そういうものを選んだ方が、いいんじゃないかなと思います。ギターを選ぶ時のポイント4つ目ですね。これは、まあ、状態を気にするといいと思います。新品なんでどれもね悪くないかと思いますけども、特に気にしなくちゃいけないのは弦高の高さですね。弦高っていうのはこのフレットと弦の、まあ、高さが高ければ高いほど押さえる時に力がいるし、押さえる時のこうポイントの精度が必要になってくるんですね。だからここが、低い狭い、まあ、表現はいろいろですけどもの方が、抑えやすいのがあります。ただ低すぎると、ちょっと音がビビってしまったりとか、隣のねフレットの方までこう干渉してしまって、ビビビって音が鳴ってしまったりするので、そこはまあその塩梅は楽器屋さんだとかメーカーの人に聞いた方がいいかもしれませんが、だからですね、まあ、原稿のことを、まあ、気にして、店員さんとかにね、あんま高くないですよねって、聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。ギターを選ぶ時のポイント、5つ目ですね、形に関してなんですけど、これはですねもうときめく形でいいと思います。色も含めてやっぱりずっと部屋に置いといて、まあ、眺めてるわけじゃないかもしれないんですけども、なんか触ってみたいなって思えるようなものがいいと思うんで、これ本当にすっごく相性が良くてめちゃくちゃいいギターで、すごい弾いてたいなって思うギターでも顔がいまいちだっていうギターとか結構あるんですよね。これだとなんか買っても弾かないんですよね。せっかく買っていい音するのにっていうので、そこに置きっぱなしになっちゃってることが結構あるんで、これはですねもう顔がいいギターをぜひ、買ってみてください。はい、とてもざっくりですが5つほどギターの選び方のポイントを、紹介してきました。まず1つ目がですね、高いギター、いいギターを買いましょうってこと、それから2つ目はですね、まあ、おすすめのメーカーをですね、紹介させていただきました。でそれから、3つ目、新品に近いものを買おうってことですね、ヴィンテージをやめましょうってこと、あと4番目はですね状態を気にしてくださいってことで、今日はね現行の話もしました。でそれからね形に関しては好きなものを選びましょうってことですね。この5つのポイントをですね、ちょっとね考えてギターを選んでみてください。でお部屋に連れて行ったらですね、きっとね嫌顔でも練習するしてしまうと思いますので、まずギター選びここら辺を気にして、買ってみてください。はい、大人からの趣味ギター、ボリューム1ということでギターの選び方をお話ししてきました。まあ、2回目3回目で、まあ、実際音を出したりとか、まあ、構え方含めて本当に初心者の方用に、ちょっとねお話ししていきたいなと思いますので、ぜひ、まあ、大人になるとですねあまりギター教室とかに通うことってちょっと勇気がいるじゃないですか。まあ、僕もねギター以外の趣味とかもいくつかあって、なんか習い事に行こうかなと思うんですけども、まあ、若い生徒さんばっかりだろうなとかいろいろ思うとちょっとね行けなかったりするんですね。だから、まあ、ぜひこのチャンネルでこのシリーズで大人の趣味ギターを極めていただければなと思います。はい、本日は、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してない方はですねチャンネル登録して、2他の動画をお待ちください。以上、ありがとうございました。近藤薫でした。